いくらなんでもめちゃくちゃね、しちゃいましたね。とりあえず北野乗り合い39分2番線乗り場39分、もう4分あるか。よし、よし、とりあえず電車は3番乗り場に到着します。お乗り換えのご案内をいたします。お乗り換えのご案内をいたします。普通四日市名古屋方面白塚行き普通電車は右側4番乗り場から29分発、名古屋行き特急同じく4番乗り場37分発。とりあえず石高川までパーッと駆け抜けてきましたけどね。とりあえずね、それに乗っちゃっても大丈夫なんかな。乗っちゃっても大丈夫そうですね。で、普通ならこのままね、次に来る特急に乗るとこなんですけど、結局石高松で乗り換えないときませんからね。それ考えると結局その後から来る急行に結局そこから乗る形になってしまうんで、とりあえず普通列車行けるとこまで行って、まあ、途中で多分接続になって急行行った方が早くなるのかなとは思いますけど、さてととりあえずね、江戸橋までね、普通列車で来て、こっからどうなのかな、急行で行った方が早いのかな。まだ結構時間あるんですよね。15分あるんですよ。20分近くあるでしょ。で、四日市行きの普通列車が先に来るんですよね。13分こっちの方が早いですけど、帰ったらどっちの方が先に着くんかな。微妙ですよね。とりあえず四日市行き乗ってみましょうか。こっちが変わるでしょ。これが白子。出てないな。今からパッと調べましょうか。やっとるんで、どうやらやっぱこっちが早いみたいですね。ちょっと見送ってこっちで行きましょう。ちょっと時間に余裕がありますね。こんな風にダブルなんですよね。こちらにストップもついたんですね。いや、しかし寒いな。これすごいですね。なんでこんなところに標識があるんでしょうね。本物ですよね、これ。学生の街、あったかい。ここは何ですね。何を隠そうね。江戸橋は、三重大学が近くにあるんでね、大学生の街なんですよね。そう。私も、センター試験の時に、そうですね、三重大学に行って、その時に、降りて以来かな。江戸橋って、降りることはあんまないですからね。まあ、とりあえずね、パーって見とったら、ね、平田町は大丈夫そうです。問題はね、平田から米山温泉まで終われるかなんですよね。時間が微妙なんですよ。終電がね、米山発の終電が早いんですよね。それに間に合うかどうかがね、正直微妙なところなんで、あとは電気の残量もね、かなりもう、来てますんでね。まあ、ここからちょっと確認しながらね、ナビタイム確認しながらね、やっておきたいと思います。でしょ ?21 時34分に着くでしょ。で、多分これの折り返しから考えたらいいんで、21時34分でしょ。もうそんなね、長居しませんからね。21時34分に、そして、湯の山温泉とこに、何時に着くかですね。湯山温泉駅。21時34分。まあ、35分でいいでしょう。そうすれば、ダメか。間に合わないですね。いや、いけるんか。23時6分着。23時6分着でしょ。22時38分でしょ。多分これが折り返しで23時10分発の最終の米山温泉駅になるんで、ギリギリ間に合いそうですね。あ、違う、これ江戸橋から見とるわ。ギリギリ。
21時40分ですので、23時6分、なんとか間に合うですね。普通名古屋駅ですね。48分に乗れたらよかったんですけどね、48分に間に合わないんだ。あんまり、まあ、そこまでアクセスは。さあ、伊勢若松まで来ました。もうこのままね、向かい側にね、日向町に来てますからね。とっとく、とっとく。別に、もうつい最近乗ったばっかしですから、何も、物珍しいって何もないんですけどね。まあ、雪の湯取る時に発車してありますんでね。磯津川行きの急行との接続もして、ってことなんでしょうね。さあ、だいぶ答えてきてますよね。まあ、言うて奈良からずっと特急使ってませんからね。はい、平田町に来ましたよ。さっくり終わらせますよ、うん、じっくり1時間ぐらいやりましたもんね、以前の動画で、ね、はい、折り返してね、石巻の駅に行きますね。はい、で、はい、やりますね。はい、ターミナル、よし、時間どれぐらい？21時36分で、次、あ、もう40分に出るんや。とっとと折り返しましょう。もう改札も外出ませんよ、じゃあ。ね。これかな、管理栄養、この電車が先とか、これでいいや。これ、あ、これもさ、38分か。これになったらギリギリ間に合うかな。この時間に犬山温泉行っても何もやってねえぞ、うん、やってない上に5分ぐらいで遠回りです。あ、もうあのね、犬山温泉で特に駅から行けるようなところってないのよ、実は。あのね、犬山温泉から温泉街のところに行こうと思うと、参考バスに乗ってバスでちょっと上まで登らないといけないんだわ。本当に行って帰ってくるだけだよ、うん。しかもなんだ、宮北湯山温泉駅だよ。今平田町もそれだよ、もう。まあ一応ちゃんとフリー切符買ってるから、あれだよ、キセル乗車ではないからね。まあ車内改札、珍しく検察が思ったりさ、検察しますって言って、うんうん、いや、あからさまにおって、うん、で多分目つけてやろうな、うんうん、検察しますって、やっぱ案の定初乗り料金の切符だけ入っとってっていうのが、うんうん、で通過料金いりますねって言って、なんか2000円ぐらい払っとったりな。今でもすごいな、 IC カードでもチェックできるんな。やっぱり IC カード持っとったらわからんやん、普通。はい、で160円だけさ、切符買ってさ、 IC カード持っといたらさ、それ見せたらさ、いけるかなと思ったら、そうじゃなくてさ、 IC カードがちゃんと乗車のチェックが入っとるかどうかチェックするね。ピッて、あ、入ってて大丈夫ですって、へーって。それで一応キセル対策とかっていう風になっとんやなっていう。まあキセル自体はね、うん、特に近鉄はね、よくね見かける。特にIC カードが出る前はね、うちら学生の頃とかで、それでよく車掌室の方に連れてかれてる人とかおったもん。あ、その元ネタ話とかもこんな時間ですよ。まあね、これ38分のでね、なんとかギリギリ閉めません行って、これで帰ってこれるはずなんで。間違ってたら大変です。湯山温泉なんてもう湯山温泉駅の前に放かれたらね、もう投資しますからね。ちなみに旅館があるんちゃうかというね意見がありそうですけど、旅館があるところまではね、歩いてね2時間、1時間はずっと山道歩かないといけません。歩いていこうと思ったらね、そんなことできませんし、行ったところで宿がもうねない可能性はね十分ありますからね。宿の保証にですからね、この時間に、ましては温泉宿ですからね。まあ、名古屋行きの最終の特急もね行ったんで、まあ
寝ません、乗っていきましょう。